どうもペーターです。信長の野望新生実況やっていきたいと思います。 IF 今川編シャープ5でございます。はい、ということでちょっと時間を進めていきました。はい、まあだいぶ進めましたがね、時間自体は結構進めました。でもう三好の残党は全部滅ぼしまして、で71年まで、10年以上ちょっと経ってるという感じになりますかね。はい、開始から10年以上経ってるって感じでございます。で、兵力もね、結構多くなりまして、まあ二条御所なんて2万4000人とかいるんですよね。観音寺も2万3000人いますね。はい、という感じなので、毛利と、ぶつかりたいなと思ってますので、早速ぶつかっていきたいと思います。まあちょっとね、最初のぶつかる場所がここになっちゃうので、ちょっとね、威風があんまり強くないんですけど、どうしようかな。無理やりこの辺にめり込もうかな。ちょっとそれで、マシになると思うので、こっちに行こうか。ここ攻めしようかな。いや、攻略目標にできないのね。じゃあもう行きましょう。ダメだ、ここ沖潮のここ通らなあかんから、そしたらもうこっちで行った方がいいな。よし、大軍で行くぞ。行きましょう。それでですね、ちょっとなんだ、今全然いねえなこいつら。鉄砲レベルとかをちょっと上げてきました。はい、もうバトルするんでね、合戦するんでね、鉄砲レベルが生きる戦いになるのかどうかちょっと分かりませんが、行きたいと思います。ん？浮きと直家と合戦家にはなりましたが、全然来てない。もう行け、どんどんもう攻め込め。そしたら皆の者、戦の支度だ。ちょっと相手が弱すぎる。皆の者、戦の支度だ。戦となる。武人を始め、着陣したぞ。ちょっと育てすぎたかな。お、森長吉がついに元服しましたね。蘭丸のお兄ちゃん。表たんとちゃう。毛利が弱すぎる。なんでそんな動員できてないんだこいつら。そのままじゃあもうこの辺に攻め込もうかな。ちょっとね、今考えたことがあるんですけど、まあ思いつきなんですけど、まあ絶対勝てるとは思ってて、この、戦。はい。で、まあ相手のちょっと兵力が少ないんで、この沖潮の城のところを攻めるときに、4部隊で行こうかなと思います。はい、まあでも兵力がね、めちゃめちゃ多いんで大丈夫だと思うんですけど、もうちょっとそれくらいなめっぷしないと面白くないので、はい、この4部隊で、合戦に勝ちたいと思います。さあやりましょう、合戦。これは集まってるだろう。 OK、 16部隊。まあ兵力に差がありすぎるんですけどね、やっていきたいと思います。さあということで、合戦に行きましたと。まあ相手のね、量が少なすぎるので、しかも元康とか吉本はね、テンポレベル9で、佐久間盛政も7だし、信康も8なんでね、結構もう余裕だとは思うんですけど、やっていきましょう。こっち行こうかな。いや、まあ、こっち行こうぜ。ああ、違う。OKOK。これで、多分初戦闘で全員ヘッポ撃つ。あ、そっちじゃないでしょうよ。
こうでしょうよ。ちょっとスピード落とそう。森はそっちじゃないよ、こっちだよ。さあ初戦闘誰だ。聖者9。線削っちゃった、線削っちゃいましたよ。はい、毛利元清、毛利元清アウト。あ、鉄砲撃たんかった。鉄砲撃つ条件もいまいちわかんないんですよね。なんか、お、撃った撃った。なんか助走いるんかなとか思うんですけど。おい、元康それ倒したらこっちから来てるからな。はい、おい、また正射してるよ。吉本打ちまくってるよ。いや、4部隊でも多かったかな。はい、鉄砲撃った鉄砲撃ったよ。はい、オッケー。もう余裕すぎる。信長の野望の難易度調整多分めちゃめちゃ難しいんですよね。まあ、あの上級から最上級とかもし作ったとしても、その普段のね、こう攻めるこう AI の好戦的なレベルみたいな話に多分なってくるので、こういう合戦が強いとかそういう方向じゃなくなるので、まあもしね、上級から最上級作ったよって言っても、多分まあその思ってるレベル調整じゃないんじゃないかなっていうのは思いますよね。もうマジでこう普段こう内省したいのに攻められるとか、めちゃめちゃあのストレスやばいんで。はい、オッケー。もうあそこ落として終わりだろということで、スピード上げますと。さあ、もう終わりに近づいてきましたね。まあ期待外れでしたね、毛利は。はい、オッケー。こうやって遠くからこう攻めないと集まってこないの忘れてましたね。近くの城がガンガン攻めたらダメだ。はい、よし、イフ今日今回初。あ、イフ今日で、まあまあそんな、あんまそんなやな。まあ帰りましょうか帰りましょうか。もう、毛利に興味はなくしちゃいましたね。もう軍団とか作って、そっち勝手にやっといてくれって感じですかね。はい、まあこっちの方は適当にね、軍団作って、もう攻めさせようと思います、毛利はね。はい、なんでちょっと今回東に向かっていこうかな。じゃあ次からね、しかも今回で向かっちゃうか。今ね、武田結構大きくなってんなと思ったんですけど、武田よりもね、北条がすごいんですよ。北条がもう東日本制覇してるんですよね。で、なぜか生き残る、大竹なんですけどこんなとこに
1個だけ残されてもなって感じなんで、これ武田負けるんちゃうかなって思って、最終決戦は北条なのではっていう状況に今なっておりますと。知らない間に島左近とかいますからね。いや今度はいなかったはずなのに勝手に採用してんだよな。まあ 有能なんですけどね。久喜直隆とかいなかったのにな、勝手に採用してますね。そしたらまあちょっと貴殿にお使いいたそう、お使いいたそう、どうしようかな、誰をどっちと戦おうかな。でも北条が勝つと思うんだよなこれ。もうこれは北条と戦う時が来たのか、もしかして。ちょっと見学しましょう。じゃあもう今回で武田ぶっ潰して、もう最終回北条 VS 北条の形にしましょうかね。はい、そしたらじゃあ外交でこのコインかけ破棄します。いやどうしようかな、武田とのコイン関係って誰で持ってんの。どこで見れるんやそういうのって。婚姻同盟中でしょ、情報かな、自勢力の武将、血縁かな、そうです、吉本をね機長と結婚させたんですよね。信長に勝ったんで信長に勝ったんで機長と結婚させたんですよ。これがあれだな、北条との同盟だなきっとな。で武田の姫って誰でしたっけ、瀬名姫かな。え、元康投手と馬が合わない、まあまあそうか。なんかちょっと調べたんですけど、武田には今川の娘が行ってるみたいなので、ちょっとそれは解消できないので、で北条から増春院がよし氏真のところに来てるって感じみたいですね。なんでやっぱり交渉で破棄するしかないかなって感じですね。ちょっとあれが下がるんだよな、不審になっちゃうんだよ、あ家臣の忠誠が下がっちゃうんだよな、まあ仕方ね。それでまあ武田 VS 武田はいいんですけど、ちょっとこっちのね、軍団の戦力がバーサス北条の時に使うので、ちょっとどうしようかな、遠いんだよな北条と戦う時な。まあまあまあちょっと北条との同盟はまだ継続するので、一旦まあいいとして、おい信玄が死んだ、もう終わりだ武田は。もうやっぱ武田は終わりですね。
かり申しました。承知つかまつった。まあ、で武田がもうダメなので、まあ、武田と戦って、まあ北条の時代が来るんだろうな。東日本はな、北条を最後にねめっためたにして今回のシナリオ終わりですね。承知いたしました。まあ、今川がねこんなにね大きく、なれるなんてね、すごいですね。やっぱ今川って桶狭間で負けただけで、あそこで別に生き残っていればすごい大きな勢力だったっていう話なので、まあこれは不思議なことではないんですよね。受けたまわった。よろしゅうございますか。まあ知った口聞いてるけど知った口聞いてますけど、どこ攻めようかな。どうせだったら、まあこの辺でね、この辺取っときたいから、もうこんなんでいいかな。いや、ここにしとくか。イヤムラ城に。岩村城、岩村城行こうかな。嬉しゅうござる。急ぐぞ。お、勝手に攻めたぞ勝手に攻めたぞ。分かり申しました。軍団が勝手に攻めましたね。心得ました。武田と戦うのにこちらの力はいらんと。イラジオ攻めてくれ。よしよし、いいぞ。敵将ぞ、縄をかけよ。宇治真めっちゃあれですね、血気盛んですね。まだ真田、雪村はまだいねえのか。雪村はいなそうだよな、まだ。大浦ためのぶ、何しに来てんねんこいつ。はい、わかりました。お許しいただきたく。磯野さん、忠節を尽くします。野戦となる、陣を構えよ。市場拡張がすごい。心得ました。戦どう。イヤムラ城とかもまあまあめっちゃ取ってるので、こんな山奥で戦いたくないんだよな。まあそしたらもう上の方でバトりましょうか。藤谷たちがなんか下めちゃ攻めるんで。どうしようかな。じゃあこの鳥越でも攻めますか。したら家康連れていきましょう。家康と、家康だけでいけるらしいですね。じゃあもういっそのこと家康と吉本2人でいきましょういっそのことね。どれぐらい上に集めれる戦力があるのかどうかですね、こいつらが。城は我らのものだ。いいね。敵将ぞ、縄をかけよ。噂に聞くより寛大な方ですね。城が攻められておるだと。すごい、すごい上位集落建設が止まらない。心得申した。心得ております。わかり申した。もう鳥越以上に集めれる戦力ないやん。全然もう3部隊しか来てない。
武田はもうダメだ。そしたらこっちに軍団を作ろうかな。うん、こっちに軍団作りましょうかね。西に。で、ちょっと北条と戦う戦力をね、作りたいんで、まあ一旦編成で、編成じゃない、新設で、榊原康政軍団にしようかな。で、まあこの辺に、ちょっと移動してもらって、軍団長移動してもらって、うん、花熊城、いやもう一個横がいいな。あ、そういうことか、めんどくせえ。もっとこっちでやってもらおうか。じゃあこの辺の沖潮城くらいに、いてもらって、でどんどん切り取ってもらうことにしましょうかね。こんだけで切り取れるかな。だけで切り取れるのかな、こいつら。で、方針を城攻略にします。もういけるだけ言ってくれ。もうこれ全然やもん、だってゴミだもん毛利さん。お、島津とバトルのも楽しそうだったけど、ちょっと遠いんでね。でも切り取ってくれ、どんどん。そっちで切り取ってくれ、そっちは。さあ、こっちはこっちでやりましょう。よし、何部隊でいる？相手6部隊や。威風弱4000人しかいねえ。もうこれは飛ばそう。2部隊だけど。はい、もう終わりました。もうほぼノーダメなんじゃないかというような感じでしたね。もう武田が北条に攻められすぎてボロボロだったんで、ちょっと面白い戦いにはならなかったですね。79人しか減ってない、逃げてない。もう今回で武田は滅ぶのか。もう威風弱はいいや。見もしない。なんと、もう一気に攻めましょう。ついてまいれ。もうこの二人がどこまで攻めれるか選手権やりましょうか。吉本元康でどこまで攻めれるか選手権しましょうか。もう OK。はい、次は、金沢御坊行こう。戦になるか。みんな構えよ。
敵で打ち破ったり。いや、この海陸魔城も、どんなルート、郡上八幡も落としてからじゃダメだな。じゃ城を囲め、落とすぞ。勝頼どこにいんの。この木曽福島も行っちゃえよ。遅れるでないぞもうボロボロにしてやろうぜ。戦が始まるぞ。この城は平八郎が頂戴した。忠勝合流しちゃってもとか、別れようか二手に。城を取りに行く。違う違う、そっちじゃない。どんなルートで行こうとしてんね。ここにじゃあ合流していくかい。もう終わるでしょ、金沢ごぼう攻めは。はい、ウジさんでもよくやってるわ。まあ兵さえいれば別にいけるんでしょうね。戦となる武人を始める。え、勝頼捕らえてもいいの？誰がやってんの今。ご恩は忘れませんか。城が攻められて。え、吉野部敗着されてないんじゃん、もしかして。どうやってみんだ大名って。吉野部いるやん吉野部いるんだ。違う違う、誰が今兵ない。ああ、元康もじゃあ帰ろ。指図をお待ちする。てかもう一回帰るか、一回帰ろう、いかがしたもので、行けるやつらだけこっちに攻めていこう。七尾城、七尾城とこの増山城と海陸魔城。木曽福島も攻めてる。深志は多分この北条が取る。稲葉山さすがにこっちは取れんな、遠いな。稲葉山じゃない、春日山だ。稲葉山はもう持っとるわ。武漢あげるよ。山内和人よ。いいよ、あげるよ。着手しようか。はっ。心得まして。承知つかまつった。あれ、郡上八幡落とせんかったん。ああ信虎、まあまあこいつ長生きしたよね。信虎どこの城だっけ。十分の兵出てんの、誰が向かってんの。城を囲め、攻め立てよ。ああ、氏真とかがやってんのか。敵軍退けたぞ。はい、本拠陥落。縄についていただこう。お断りだ。武田家には誰がいるんでしょうね。まあ別に大したってあれか大したやついねえってあれだけど。富山城が本拠になってますね今。でもここに全部攻めてるから、見事な戦ぶりであった。魚津城攻めを忠勝任した。兵よ、声を上げよ。
忠節を尽くします。忠勝頼むぞ。過ぎたるものよ、わしには。わしには過ぎたるものよ、忠勝。はい、郡上八幡落としました。お、来た、地方エンディングですね。めでたきことかな。違うわ、元康だから。めでたきことかな。東海にある城はすべて当家が抑えました。千秋万歳。東海一円に性質をもたらすことができたが、みんなご苦労だった。上方と関東を結ぶ東海道に沿った地域は先進的な大名が現れることも多く、勢力争いもまた熾烈なものとなったが、積極的に統一に精励した今川家の不断の努力により、ついに東海地方は統一の日を迎えたのである。地味に東海エンディング初めてかも。見るの全国ではまだ戦の炎は消えていなかったが、東海地方は今川家の支配により平和なひとときを謳歌していた。はい、じゃあもうちょっと続けます。機内はもう終わってるっしょ。あと37畳。そしたら別にあれか。いやでもちょっと待ってよ。縄についていただこう。お断りする。このご恩は忘れぬ。城攻め。いいねいいね。敵将、我が手に落ちた。武田も虫の息ですよ。甘いです。いや、もういいな。いいわ、いいわ。はっ、皆の者、騎乗するぞ。春日山になっちゃってんのね。魚津攻め、誰かしてんの。出直してまいれ。城を制したぞ。オッケー、七尾城も結構大きい城っすかね。貴殿には使えられるな。じゃあ松並城攻めをしまして、城大隊ばっかりや。誰が願えてくる。真田正幸とか来る。誰。上申いたします。お役に立て。南部、南部そこにいんのね。我が主のため力を尽くす。やってみせます。愚心いたす。稲葉山にくれるのね。ちとお耳を拝借。着手しようか。魚津城誰が攻めてんの。あ、こいつか。あ、北条も来てる。北条も来てる。陣を構えよ。戦の始まりぞ。富山城あたりに誰か置いて北の、部隊作りたいところですね。春日山早く落ちてほしいな。ちょっとこっちに武田家の面々をください。お、富山城時間かかりそうやから、先に春日山が落ちるかな。武田家も結構大きくなってるから、結構な人がいるんじゃないかと思うんだが、どうだろう。噂に聞くより寛大な方ですね。忠勝遠いよね、春日山ね。やめとこうか。帰ろ、戦勝。戦勝帰ろ。わしではかなわぬか。聞くほかはなし。天に昇る心地じゃ。けけけ。
取れ取れ取れ、取ってしまえ。取ってんな、春日山だ。よしよしよし、うちでそれ取られへんか。お、取れんじゃね。はい、松波 OK。 お、オーブさんとかいるやん、ババノブハルとか。いいね、勝よりも来てる、いるね。正幸はいねえんだな。佐竹、あー、オブさんはやっぱダメだったな。この辺やっぱダメか、まだ早いか。流しの起きないからいっぱい生き残るとかない。愚心いたす、思いつきましたぞ。お耳を拝借したく、お耳に入れた聞くことが。とかこれ西の連中攻めてないだろう。もうちょい人やらな、攻めへんかな。うん、しゃあねえな。もうちょっとじゃあやるよ。もういいわ別に。この辺あげたら攻めるやろ。武将もじゃあ誰欲しい。側近系のやつらあげるわ。身分高いけど役職ついてないやつ、こいつらあげるから好きにやれ。いいよ、もう田山城取れるよ。終わるよ、武田家の終わりが見えてきたよ。忠勝武勇100に上がってますね、成長してますね。はい、攻めた、ナイス。はい、はい、武田家滅亡。お、正幸いるね。小十郎もおるやん。まあ、武田義信はちょっとあんま強くないんですね。強くないことはないんですけどね。うんうんうん、まあまあまあ、ほとんどうちに入りましたね。はい、ということで、武田家を滅ぼしまして、まあもう最後ね、バーサス北条の形になりました。まあ西はもう毛利が虫の息なので、虫の息ではないんですけどまあ結構大きいんですけど、もう兵力も全然いないから、もう多分西のメンバーが取ってくれると思いますので、西は榊原康政さんに任せて、まあ多分島津も出てくるけど、まあまあ島津と一緒に毛利を滅ぼす形になるんじゃないかなって感じですね。で最後は、北条と戦って今回の、シナリオは終わりにしようと思いますので、次回最終回ということでやっていきたいと思います。まあ北条滅ぼすところまではねちょっとやらないんで、最後に大きな戦をして終わりにしようかなと思います。ということで今回ここまでにしたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。